ハロー YouTube、 相川です。こんにちは。今日はね、4月の22日日曜日ですね。最高の天気になりました。時間は朝の8時ちょっと前です。昨日、おそらく今日もそうなんですけど、もう30度近くになって、昼間はもう暑いぐらいなので、もう朝こうやってバイクに乗ってます。で、日中熱中症ですとかね、気をつけてほしいなというふうに思います。こんな飴とかペットボトルの水とかをね、バイクに乗るときでも持っていかれた方がいいかなというふうに思います。くれぐれもね、熱中症とか朝の寒暖差の差が激しいのでね、風邪などひかれないように、ご自愛ください。今日はね、バイクに役立ちそうなアイテムを一つ紹介します。携帯空気入れなんですけど、 YouTube で見かけた SNR 乗りの方の動画を見て、そこで知ったものなんですけど、携帯できる空気入れですね。ここにバッテリーが入ってて、電動で空気を入れることができるものになってます。使い方はね、中身はもう簡単なものですね。説明書とかいろいろ入ってるんですけど、要はメインのこの本体と、このバルブっていうんですかね、アダプターみたいなのが何種類かついてて、あとは AC アダプターとかがついてます。スイッチ類もね、電源とか、あと設定を変えるボタンがちょっとついてるぐらいで、特に説明なく使えると思うので、説明はね特にしません。省きます。どれぐらいね、これが使えるのか、バイクにちゃんと使えるのかをちょっと見たいなというふうに思ってます。これどういう時に使うかというと、空気が減った時に使うのはもちろんなんですけど、ね、ちょっとあんまり信用できないので、1割ぐらい多めに入れて空気を減らして、さっきの、測るものにでやって 2.5 ぐらいにしたいと思います。はい、2.8 ですね。入りましたか。もう止まると思いますけどね。はい、止まりました。だいたい規定値の1割増しぐらいに入れましたので、今ね、2分ほどで、タイヤがね、4割減のタイヤを満タンにしたんですけど、規定値の1割増しぐらいですかね。だいたいこれで2分ぐらいかかりましたね。で、ちょっとね、少し暑いです。確か10分ぐらい連続で使うときはね、休ませてくださいみたいなことを説明書で書いてあったんで、注意したいと思います。で、リアもね、同様に入れたいと思います。 3.2 ぐらいにして空気圧を測るもので調整したいと思います。1割ぐらい余分に入れて後で減らすと。はい、入れていきます。はい、これ一応数値はね、正しいみたいですね。4割ぐらい減らした、ね、1.7 になってますもんね。なんで3分ぐらいかかるかもしれないですね。 2.3 ぐらいまでになったぐらいですね。今ね、ちょっと手で触ってみたんですけどね、やっぱここが熱いですね。ここが一番熱いです。で、徐々に、こう冷めていく感じですね。ここが一番熱い。あっち、ここも熱いですね、やっぱ。これね、この金属すごい熱いと思いますよ。気をつけてくださいね。一応注意書きは書いてありますから、注意して使ってください。はい、3.0 まで入りましたね。あ、かなり入ってます。はい、だいたい 3.0、この数値で。いや、規定値は 2.9 なんで、これでね、3.0 入れたので、これで正確かどうかちょっと測ってみたいと思います。はい、あ、正確ですね。この測るやつでも 3.0 ですし、こちらでもね 3.0 入れましたから、だいたい数値は正確ですね。で、これを規定値の 2.9 ぐらいに戻しておきたいと思います。はい、 2.9 に戻しておきました。フロントも 2.5 ぐらいまでに戻したいと思います。